いつもご視聴ありがとうございます。車の話題です。なかなかですね、在宅勤務が長くなって、まあ引きこもりの生活が続いておりますけれども、まあですね、悪いことばかりではないと、まああれのおかげでですね、まあ、なかなか自粛生活続いておりますけれども、まあ、その分ですね、いろいろと非接触でも楽しめる趣味がですね、最近増えまして、カメラだったりドローンだったりとかするわけなんですけれどもね。で、今日はですね、ど素人の私が、まあちょっとですね、広角のフルサイズのカメラではないんですが、まあキヤノンのEOS X9 一眼レフカメラですね、これを購入して、まあ今まで撮りためてきたど素人の写真をですね、ご覧いただきたいなと思っております。まあですね、今回のですね、まあ機会でいろいろと、まあ時間があるもんですから、まあ趣味もいろいろ増えまして、まあそうは言っても、まあ費用もあまりかけたくないといったところに出会ったのが、この X9 ですね。キヤノンのEOS X9 一眼レフカメラですね。まあいろいろ YouTube のですね、各先生方の YouTuber さんのですね、動画を見て、私なりに勉強をして、まだまだ超入門者の私ですけれども、まあ本日はその写真をスライドショーにまとめてみましたので、ご覧いただければ幸いです。それではどうぞ。
までご視聴いただきありがとうございました。あなたもですね、新しい趣味いろいろ広げてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。